サンドバル、おめでとう。本当に賞のようだった。でも、一番寂しいのは君の通訳がいなくなることだよ。おほっぴー、兄弟よ。おめでとう。賞、君と一緒にプレイできて光栄だったよ。アデル、ザ・ショーマストゴーン。おめでとう、翔平。ヌートバー。おめでとう先輩、よくやった、よくやった。ベンバーランダー FOX、野球界にとって信じられない日、そして大谷翔平にとっても信じられない日だ。トラウト。トラウト、妻よ、愛してるよ。地方マイクトラウト、マルタ親部対談。これはもう家族以外信じられなくなってますわ。闇落ちしてる、のか。サンドバルの気持ちわかるわ。一平さん、みんなに好かれてるなう。寂しくなるね。アデルは DH スクから来年の飛躍を期待したい。大谷が移籍してしまったことで、いよいよベンチで冷たくなっているトラウトが発見されそう。一平さんについてコメントしてて笑う。一平さんめちゃくちゃ好かれてるダブル。トラウトじゃなかったらエンジェルスであんなに伸び伸びやれなかったと思う。それだけは良かった。勝てればもちろんもっと良かった。トラウタにも見応えあったけど、ベッツ大谷フリーマンの並びもエッグいなこれ。来年はトラウタにならぬベッツタニマン。トラウタニがベッツタニになってもロサンゼルスだし、憧れるのをやめましょう打線なんだよな。トラウトが一人になっちゃった。大谷さんが出て行ってトラウトがエンジェルスに終身刑はなんかかわいそうになってくるな。ワールドシリーズに出場さえできないチームにあの才能を埋もれさせるのメジャーリーグの恥だと思うわ。トラウトの感情が失われてしまう。トラウトが病んじゃわないか心配やな。エンジェルスはどうでもいいんやけどトラウトがかわいそうや。